ベルギーの3時のおやつ。今日の3時のおやつですが、これなんか知らんけど、今日バナナでも食べてみますか。バナナ剥いてみます。バナナアートっていうのがあってるけど、面白そうですけどね。いただきます。おう、今日は雨降り。まあ、バナナも美味しいといや美味しい。バナナに関しては何も説明することはないですもんね。いただきました。あとみかんもありますけど、なんか青いみかん。食えるんかな、これ。剥いてみますね。ああ。食えるのは食えるけど、なんか青いんで美味しくなさそうですけどね。ちょこっと取ってみました。わあ、さっきバナナ食べたんで、酸っぱいです。こっちを先に食べるべきだったね。そしたら甘く感じたのかもしれない。酸っぱい。今日は飲もうあるんかな。芋もありますけどね。芋はちょっと目に使えそうですから。浅摘みの甘夏ジュンっていう、ジュレか、甘夏ジュレ。これスプーンがないから食べれないな。これやめときます。
はい、今日は飲み物もありませんので、これぐらいにしときます。なんか月曜日ぐらいまで天気悪いらしい。その後はなんかこう秋の空気がね入ってくるらしい、北の方からね。だから涼しくなるんじゃないでしょうかね。というわけで今日の3時のおやつはバナナでございました。それとみかんね。まあ秋の味覚ですな。ではまたお会いしましょう。バイバイ。